皆さんこんにちは、リュウヘイアーティストです。はい、今日は皆さんに熱で変わる辛剤を詳しく紹介していきたいと思います。今結構人気の熱で変わる辛剤になっていて、でそれを、まあ、前回もちょっと軽く動画で紹介したんだけど、まあ、今回はまあしっかりとロングの髪の毛でさらに紹介していきたいと思います。はい、それでは行きましょう。イエーイ。はい、まずはこちら今、ゆきちゃんの髪の毛の、今ベーストーンの色がだいたいこういう感じですね。でも根元がまあだいたい9レベルぐらいから、まあ、ちょっとペールトーンな感じで、まあ、14レベルぐらいの感じになっていて、まあ、ここで今流行ってるの、この、熱で変わる辛剤、はい、こちらアメリカからしか買えない辛剤になっていて、こちらを使って、実際に塗布して、で色を、まあ、どんなように変化になるのかをちょっとやっていきたいと思います。はい、イエーイ。ぜひ楽しみにしててね。こちら全部で、4種類があって、じゃあ見ても分かるようにクールバイオレットからウォームピンクと緑からサニーイエローとスモーキーのグレーから元々の髪の毛の色と、桃色から元々の髪の毛の色、すごいやっぱ不思議な感じなので、これでぜひ、ちょっと1回、髪の毛を4ブロックしてこれでやっていきたいと思います。イエーイ。そしたら分かりやすいかなと思います。はい、じゃあ早速開けます。はい、今日もカズマカズマいいね。カズマ昨日寝てないからね。カズマじゃあこれ開けて。あ、はいはいはい。でこれがクリーム、クリームね。はい、こちらが4種類、スモーキーから、まあ、自分の色とグリーンから、イエロー、はい、あとこちら桃色から自分の色と、こちらバイオレットからピンク。はい、じゃあ早速これ一回、じゃあカズマ出番、出番です。出番一回じゃあこれちょっと入れて、何からいきます、何からいきます、何から、グレー、グレー、じゃあグレーから、グレーからいきます。じゃあグレーを、はい、いきましょう。これは何体なんで、これは3対1。こっちが、これはこっちのクリームが、うん、ちょっと待ってね。3対1だね。そうそうそう、3対1。これ3で粉が1。で、いきましょう。はい、こちらのスポンジで、塗っていきます。ちょ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 っと。はい、いきます。先にクリームからいくの。クリームから。クリームからいくの。OK。もっとでしょ。半透だ。ちゃんとというか、12だ、12、あ、いいよ、18だ。そしたら18÷3、6だね。じゃあ6、グレーは6。グレー、はい、じゃあ開けまーす、開けまーす。イエーイ、スモーキーグレー、イエーイ、チェックアウト、チェックアウト、イエーイ、イエーイ、イエーイ。はい、いきまーす。で、これで6、結構6入れます。はい、おお、ちょうどいいじゃない。全然反応しないじゃん。全然反応しない。これも6じゃん。違う、反応しないね。これ 1g、 え、これ 1g、 これで 1g やばくない。嘘。まあこういう感じだね、多分。 OK、 じゃあいきまーす。はい、はい、じゃあ一回これで混ぜます。はい、じゃあ混ぜて。おお、軽い、いいね。なんか砂みたいですね。砂みたいな感じ。ごま、ごま、ごま、ごまでは、ね、なんか、ごま、泥みたいな。もう手についてみた。あ、やばい。すぐやべえけど。オッケー。なんかバスクリーンの匂いします。バスクリーン、バスクリーン、
あー、わかる。サロンパス。あ、すごい。サロンパスじゃない。全然違う。それ湿布？え、入れるやつないの？入浴剤で。サロンパスじゃないの？サロンパスじゃない、確かに。それ、なんか似たやつあるの？あ、なんか、あれ持ってきたやつや、カズマ。タオル。あれ。マクラス。どうぞどうぞ。はい、カズマ出走。はい、じゃあ行きまーす。ヨロピク。ヨロピク。4色になる。うん、あ、お風呂の中入れてみたいね。あ、色変わりそう。オッケー、お風呂の中入れて、私の感じにこうやってやればいいじゃないの。お風呂の中に入れる。そしたらなんか色つきそう。色そしたら全身が、てか普通に4ブロックしてよ。ただの色が変わるね。うん、してるしてる、4ブロックしてる。そしたらあれじゃん、あの全身が色変わるじゃん。太陽もあったかい。じゃあまずこのサイドのトップからいきまーす、はい、じゃあちょっとバリアージュの塗り方でいきまーす、うん、いいね。あー結構もうあれですね。おー、いい感じじゃない、いい感じに、ね、ちょっとグラデーションな感じで、うん、おしゃれにね、やっぱりおしゃれに着たいね。こういう色が変わる、色がおしゃれに変わってほしい。これって地毛カラーも売ってるんですかね。地毛か、あ、黒でもスモーキーから、あ、スモーキーからスモーキースモーキーから地毛じゃない、うん、地毛、これ黒は、だってスモーキーから黒あんま分かんないでしょ、うん、ね、ピンクから黒だったら、ピンクから黒だったら分かる。結構変わる、結構変わる。まあ多分これも結構変わる。もうなんかすごそう。洗わなくていいんですか。洗わなくて、これがやっぱり特徴。まあ洗っても落ちないようなやつちょっと開発してほしいな。これだともうなんかね、もったいない、うん、ショックだよね、ちょっとイベント用で、ね、イベント用だね。これがもし、うん、なんか長持ちしたら高校生とかでも結構ハイトーンとか、うん、ああ、いけるね。熱当たったらハイトーン。ハイトーン。そしたら先生目なとライアン持たないと。それがあの毛髪チェックの時の必需品。みんなにドライヤーを当てる。いいね。独特の質感もありますね。うん。これちょっと、うん、なんか重い。やっぱり洗い流さないからちょっとあのベタつくよね。うん。アメリカっぽい、アメリカっぽい感じ。坊主はいいよ。坊主はいい、ね、坊主ちょうどいい。坊主色変わりっぱなしじゃない。これぐらいの長さだったら、これぐらいの長さだとちょうどいい。これぐらい、そう、これぐらいだった。でもロング初じゃない。ロング初だね。初ロング。ロング結構やっぱりなんか変化すごそう。わかりやすそうですね、うん、だってなんか結構いい感じにね、なってきた。やっぱりあの、まあ、こういう時でも馴染むのがやっぱりうまい人と、うん、やっぱりこう後で熱乾いた後にすごくやっぱ綺麗に出てくる。ムラが出ない、ね、どんな時でもムラがない、うん、いいね、いい感じ。やります。まあこの後の乾かすのがちょっと躊躇する。ブラシ使うと全部色がブラシに作るんです。前回もうそれでもうブラシがピンクになって超ショック。 OK、 はい、こういう感じで、はい、じゃあまだ変わらない、うん、乾かさないと変わらない。はいはい、はい、OKオッケー。じゃあサイドは、桃色から地毛の色でもう一回やっていきます。はい、はい、じゃあ作っていきますよ。遠いね、遠い、うん、距離感が、距離感が。じゃあ作っていきます。はい、じゃあまずこちらの2個目は、こちらのピーチから作ります。これも 6g でやっていきますよ。はい、こちらのピーチ。おお、
ピーチがすごい。匂いがバッテリン。なんかおしゃれ。なんかオレンジっぽい。ラッシュっぽい。確かに。なんか、あお花火、仕上げた。花火っぽい。花火したい。なんかこれ粉だから反応しないね、このマシン。ね。どうすれば。どうすれば反応する。OK。まあこんな感じで。じゃあ、クリームいきまーす。はい。まあ適当に 10g。はい、はい、じゃあサイド。サイドもう一回いきますよ。反対サイド。反対サイド。おお。匂いはなんか、あれだね。サロンパス。サロンパスじゃない。あれなんか、バスタイム。バスローマン。バスローマンと同じような感じ。はい。こういう感じ。いきまーす。これは適当な感じね。スポンジさっき入れた。じゃあ、ついでに持っていく。あ、ついでにこれ。これ俺のですよ。何あの？ん？これですか？これじゃねえ。これですか？うん、そのまま食べてる。羽ですよ。あ、でも天使の？天使の。これでも持ってきてよ、これ。これ。ない。ちょっとこっちに。ちょっと謎だ。謎じゃないよ。本当はこれでやるんだよ。スプーンあるよ。スプーンあるよ。そう。スクー。そうそうそう。でもスポンジ。スポンジがなくなった。ん？絶対向こうにあると思うよ。これでアイス食べれます。はい。プリンも食べれるじゃん。確かに。ヨーグルトも食べれるじゃん。じゃあ買ってきてよ。エロいもう肌が乾燥してんだよ、ここ。これめっちゃアップ。めっちゃアップ。大丈夫です。どう削除するか。ない。ないの？ちょっとはどうする？あ、じゃあちょ。スポンジ消えた。はい、こっちで。消えた。え？違う。え、違う。でも謎じゃない？消えた。スポンジ消えた？まさか。まさか。スポンジ消えたので、すぐやります。まさかの消えた？ない。何色なの？自分の色。あ、もう自分の色になっちゃった。 OK。 じゃあ、OK。 はい、スプンジがなくなりました。イエーイ。じゃあ、手でやります。謎の失踪。 OK。 はい、じゃあここで、はい、じゃあ両サイドは全部、色から地毛の色に変える感じでやっていきます。おしゃれおしゃれ。はい、じゃあまあ、塗りやすいね。ちょっとスポンジいらな。スポンジいらな。美容師はハケだね。あ、なんか薄いね。薄い感じ。本当に薄い。おしゃれ。ピンク。薄いピンク。おしゃれ。
まあでもこのねカラーはちょっと戦闘ってなるとかなりロングの方は消費量半端ないです。すぐ1回のカラーで材料費で1万2000いく1日しかも1日で落ちるからね。もう表面だけの方がおすすめです。こっちの方が早っ。こっちの方が早い。早いですよ。さっきのね、スポンジちょまちょまやってる場合じゃない。あれいらないですね。あれいらないね。あ、でも掃除に使えそうね。激落ちくん的な。で、流しのとことか。ああ。かき洗ったり。それよ。あ、シャンプー台する？どういうこと？でももうないじゃん。出てきた。ないものもうないじゃん。絶対出てくる。あ、でも結構いい感じだね、これ。ハケの方が綺麗。ハケの方が馴染むね。ハケの方が全然綺麗。全然ハケの方が綺麗。やっぱり天職はハケだね。ハケだ。おお、見てこのツヤ感。あ、もうツヤ感が。もうツヤ感が出てきた。見てこのピーチ感。わかる。おお、いいね。まあもういいね。いいね。オッケー。はい。はい、じゃあこれでピンクも割れました。はい。イエーイ。じゃあ一回。3個目も、じゃあどんどんいきますよ。じゃあ1週間ぐらい入んないにするね。やめた方がいいっすよ。変わってる。顔につきそうなんですけど。でも毛先がやばいもん。こうしてる。そっちにつくじゃんぐらい。なんか油触ってむいてるみたいな感じ。これだでしょ。はい、ぬめぬめして。あ、スポンジ、スポンジスポンジ出てきそう。あ、タオルで拭いてたからか、さっきスポンジ出てきた。もういらない。こいついらない。スポンジもいらない。はい。で、こっからの2つが一番やっぱり分かりやすいね。やっぱりちゃんと色合いがついてるから結構分かりやすい。で、次がこのライムグリーンからイエロー、うん、これはもう定番な感じだね。おー、定番な感じ。もうなんかすごい。これもいらないね、このスプーン。はい、ここで明かりは一応綺麗。すごい、かわいい。この色は綺麗だ。この色かわいい。これ見たことない。ああ、確かに。これ初。初だな。地上波初。リュウヘアアーティストチャンネル地上波初。はい、で、クリーム入れます。クリームなんか多いですね。クリーム多い。はい、こういう感じで OK。 じゃあハケで混ぜます。おお、すごい。こっち綺麗。いいね。ちょっともうたまんないね。たまんない。塗るのたまんないね。いい感じ。かわいい。どうこれ、うん、どういう香り。これもバスクリーン。バスクリーン。サロンパス。サロンパス。バスロマンだ。いきます。どんだけ間違ったそれの3人揃う。OK。 じゃあこっち半分は、はい、これでいきます。はい、じゃあ塗ります。はい。おお、グリーンね。インスタ映えあるじゃん。インスタ映えだね。おお、すごいいい感じ。すごい、ちゃんとグリーン。ちゃんとグリーンで、手触ったらイエローになりそう。もうなってる。おお、もうなってる。早い早い。すごいね、めっちゃいいじゃんこれ。やっぱりちゃんと色が変化するやつがいいね。確かに。地毛の色に変化するとね、ちょっとね、やっぱりこういうの方が分かりやすい。なんかハケもなってきてる。ハケも。ハケも。このハケ綺麗。ハケ、ハケ後で感動する。映える緑。映える。緑かわいい。かわいい。イエローからグリーン。いいね。でもすでにライムグリーンっぽくなってます。この中ちゃんと。オッケー。
おお、じゃあ、はい、これで、はい、じゃあ次、ラストは定番のバイオレットからピンクでいきます。どんどんいきますよ、テンポアップ。オッケー。あれ、なんかこの前と色違う気がする。ほんと？バイオレットとピンクだよ、この間の。これが一番最初のやつだね。なんか確かに違う、違う気がする。うそ、久しぶりにやったから。よし、じゃあ注入。オッケー、はい、いきます。これもね、反応する。おー、バイオレットとピンク反応するね、すごい。うん、ああいいね、来た。オッケー、はい、じゃあ、はい、いきます。ラストですね、パネル。ラストからちゃんとブロッキングも綺麗に、はい、おお、いいね。やっぱりね、この塗る時もちゃんと奥までこう塗るっていうのがコツで、こうちょっとなじます感じで。ツヤツヤ。もうね、来月成人式だから、こういうのも面白いと思います。いいですね、皆さんぜひ。今年の成人式やったら間違いなく第一人者になれるよ。成人式で髪の毛が色が変わるやつ。でもどうやって変えるの？手で触ってって言って、そしたら変わるよ。もう変わる。 OK、 いいね。ゆきさん似合いますね、このカラフル。似合う。そう、似合う。カラフルの方がいいですよね。オッケー、はい、じゃあドライタイム。チョコレートじゃん。オッケー、いきます。はい、ミラク。じゃあ乾かします。なんかね、手がめちゃくちゃつくんだよ。困ります。困る。おお、均一にね。帰ってたの？え？ああ、はい。はい。おお。全部ピンク。いいね。こういう感じ。おお。相手のグラデーション。すごい。トイグラ。だいぶ変わった。すごい、はい、分かりやすい。じゃあ次は、はい、分かりやすい。じゃあ次。おお、ちょっと待ってもらって。おお、ちょっとね、質感が変わる。質感ちょっと変わったね。ブラシがさっきのピンクのやつやったから、ちょっとピンクが入ってる。おーい、いいね。あ、戻った。早い。はい、これは相当熱いよ。これは多分相当綺麗。いきまーす。おお、イエローはやばいね。痛い。パイナップルみたい。パイナップルペン。見て、このグラデーション。手先。結構変わるよね。撮影でも使えるかな。撮影でも使えそう。
バナナみたい。見て、変えて。おい、おお、全部変わっていく。やば、すごいな、やばいね。じゃあ次、ピンクから地毛の色。ピンクっていうか、桃か。バイオレいけますかね。いけるんじゃないかな。いけるんじゃないかな。まあピンク強いからね。とか言って、おお、おお、これすごい。これすごい。すごい変わる。これザ地毛だね。地毛になる。おお。綺麗にブローすることで綺麗に。ブローがうまく入ったかわかんない。わかる。綺麗。めっちゃ良くね。いいですね。これ分からない。分からない。さっきまでピンクだったね。で、こうやって溶かすと、なんかおしゃれな。いきます。はい、いきます。おお。おお。おお。変わるね。変わるよ。変わるね。変わるね。ちょっとハイライトっぽくなって。ハイライト。いい感じ。で、こうやって乾かすともっと馴染む。こうやって。まあ、唯一の欠点がテーマをちょっとね。なってくる。こういうとこも。いい感じでしょ、ドライヤーで。やって、あとこういうのもできる。こういう感じで取って、じゃああるだけもう取って、はい、じゃあ例えばちょっと三つ編み、なんか、うわもう綺麗、かわいい、かわいいね、結構かわいい、三つ編みして。でちょっとなんかつまんだし、なんかおしゃれ、こういう感じ、おーい、おつまみなしなんか色が変わっていく、おしゃれ。でこれも。これはツイストでいこうか。ツイスト、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 ツイスト。これとかもこうやってちょっとつまみ出し。こっちもじゃあツイストして、ツイスト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 、簡単な感じで、入れちゃう。もう今日はちょっと輪ゴムもなしでこういう感じで、はい、トライします。はい、おお、かわいい。色が変わる。こういう感じでもかわいくない？ありですね。ありでしょ、こういう感じ。やっぱ三つ編みとかすると、まあ、それはかわいい。こういう感じ。今ちょっと簡単にやったけど。おお、いいね。いい感じ。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとう。今日は簡単にみんなにこういう、まあ、今最先端のカラーについて紹介しました。
ぜひまた何かリクエストあったら、教えてください。はい、それではインスタ、ツイッター、フェイスブック、YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、じゃあまたね、バイバイ、バイバイ。